国際宇宙ステーション希望利用シンポジウム2022をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今年のテーマは未来へ希望の挑戦は続くです。合わせて4回でお送りしています第3回目の本日は JAXA、NASA の未来へのチャレンジという内容で進めてまいります。今回司会進行を務めます宇宙キャスター J スパークナビゲーターの榎本レミと申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんに開催の前に2点お知らせがございます。まずは1点目のお知らせです。本日の質疑応答に関しましてはスライドゥというシステムを通じて行います。ご視聴中の YouTube の概要欄に URL が記載されておりますのでぜひ質問をお寄せください。そして2点目のお知らせです。同じく YouTube の概要欄にアンケートの URL を記載しております。全4回分のアンケートをお答えいただくと特別動画のプレゼントがございますのでぜひご協力をお願いいたします。それでは本日のプログラムをご紹介いたします。まず NASA 宇宙利用ミッション局長であるキャサリン・リーダースさんより初めの言葉をいただきます。次に NASA 国際宇宙ステーション部長のロビン・ゲーテンスさんより ISS および CLD プログラムの状況、 NASA ISS リサーチ・インテグレーション・オフィスマネージャーのライアン・プラウディさんより ISS 研究利用の状況と今後の展望、そして ISS ナショナルラボ先端宇宙科学センター主任研究員および CEO であるレイ・リューゴさんより ISS ナショナルラボラトリーの現状についてお話しいただきます。そして JAXA 有人宇宙技術部門希望利用センターセンター長の小川志穂さんに JAXA による LEO の研究および商業化の状況についてお話しいただきます。その後モデレーターに JAXA 有人宇宙技術部門希望利用グループ白川雅樹グループ長をお迎えいたしましてご登壇者との Q&A セッションが行われます。本日も大変濃い内容となっております。ぜひお楽しみください。それでは開会の挨拶および話題提供をご覧ください。Hello, I am Kathy Leaders, Associate Administrator for the Space Operation Mission Director at NASA Headquarters. And it is my pleasure to address you here today. This is a wildly exciting time for those of us in the space community. So far this year, we have received approval to extend ISS operations to 2030. We have successfully launched the James Webb Space Telescope, and we are on the cusp of witnessing Artemis 1 fly around the moon. The thing all of these missions have in common are international partnerships. The International Space Station has taught us that partnerships are critical to achieving mission success, and the strong support leading to the extension of ISS operations is a testament to that valuable work we do as partners in low Earth orbit. The ISS has become a tremendous research platform with opportunities available for governments, commercial industry,and academia to conduct research, perform experiments, and make new discoveries that were unimaginable when we were dreaming of what the ISS would be. The sheer quantity and quality of research that the world has been able to conduct aboard the space station is something we couldn't have even conceived of when we started assembling in 1998. And yet,here we are, a global partnership unlike anything else.With five space agencies representing 15 countries living and working together in space.仕事をするというパートナーシップが出来上がりました。私たちはイノベーションとコラボレーションのハブを作り上げたのです。人々の暮らしをより良いものにし世界を一つにしてくれる ISS を誇らしく思います。医療面では ISS は地球上で不可能な実験を行う各種大学、バイオスタートアップ、
大手製薬企業が利用できるイノベーションラボとして機能しています。 ISS が可能にしてくれる医学研究には、例えばタンパク質の結晶成長など効果的な薬の開発があり、黄斑変性、移植用臓器、骨の健康、免疫反応、そして心臓血管の健康、さらに隔離中の精神的心の支えなど解決法を見つけるために応用されていますが、特にコロナ禍でそれが大いに役立ちました。ロボット工学、非侵襲的診断ツール、傷の治療、遠隔医療など探査のために開発された革新的な医療技術は地球のあらゆるところで命を救うために応用されています。環境面では国際宇宙ステーションに搭載された地球観測機器により、軌道上から行われたことがない観測で気候や炭素循環の理解が深まりました。また干ばつのストレス、森林の健康状態を測定し、異なる時間周期の炭素と気候の相互作用をより深く理解することができます。炭素用生命維持システムの技術には、二酸化炭素の除去、この革新技術があり、これを製品に転用したり廃棄物のリサイクル、水のイノベーションなど地球上で直接利用することができます。厳しい環境下でわずかなスペースでの植物作物栽培の研究は、ここ地球での食料不足の解消に有効です。経済的な視点で強力な地球低軌道経済、レオエコノミーを起点に、ISS の学び、ISS の生み出した価値、その活動を深い宇宙に広げていきます。利用エコノミーの可能性は巨大です。宇宙は成長産業であり、地球低軌道はチャンスに満ちています。宇宙コミュニティが強固な利用エコノミーを受け入れ、宇宙、雇用、研究において人々のためになる技術的発見を促進していくことが重要です。ISS を利用して宇宙ビジネスに関心を寄せる企業と日々共に仕事をしています。地球低軌道に継続的に人間が滞在し、技術的科学的研究を進めるという私たちの方針を受け継いでもらう上で、協力的な取り組みが非常に重要であることが分かります。また火星への歴史的な有人ミッションに備え、この10年間の後半に月における持続可能で着実な有人探査を実現するのにも、国際的なパートナーシップが重要な役割を果たします。地球低軌道から月の周回軌道のゲートウェイ、さらには月面まで国際的なパートナーシップを拡大し、さらにアルテミス協定を通じて新興の宇宙開発国を含むパートナーも増やしていきます。ゲートウェイは ISS と同じように国際的なパートナーシップの協力によって建設されます。カナダ宇宙庁は高度なロボット工学を、 ESA 欧州宇宙機関は居住燃料補給モジュールと高度通信機能を、そして JAXA は国際居住モジュールになくてはならない機能を提供します。私たちの野心的なビジョンは複雑で困難です。前進を続けるためには優秀な人材のチームが必要です。パートナーシップによってエネルギーと新しい考え方がもたらされ、目の前の大きなチャンスに取り組み、問題解決ができるようになります。今後とも皆さんと協力することを楽しみにしています。ありがとうございました。こんにちは。本日は JAXA 希望利用シンポジウムでお話をさせていただく機会を得て嬉しく思います。ワシントン DC の NASA 本部で国際宇宙ステーション ISS 担当ディレクターをしているロビン・ゲイテンスと申します。キャシー・リーダース局長が NASA や国際的なパートナーにとって今は実にエキサイティングな時期だと言いました。地球低軌道、さらには月や火星へのミッションが継続しているからです。本日はスライドをお見せしながら、今後10年間の地球低軌道における NASA の計画を説明したいと思います。 ISS はクルーや貨物の打ち上げ、アップグレード、素晴らしい研究など、これまで以上に忙しくなっています。2021年のクルー打ち上げは5回、春には短期間でしたが11名が同時滞在しました。発電能力増強のために計画されたロールアウトソーラーアレイ6つのうち最初の2つを設置するなど、船外活動は13回、特
に重要なのは何百もの実験を行ったことです。将来のミッションを可能にする技術事象や人体に関する研究、人類に役立つ医学研究、地球観測などを行いました。12月31日、バイデン政権は ISS の運用を2030年まで延長することを支持すると発表しました。これは非常にエキサイティングなニュースで、ISS での研究を継続し、重要な探査開発活動を完了させ、新しい商業機能が使えるようになって、ISS から移行させるまでの時間が長く取れます。現在 JAXA など国際パートナーは2030年までの延長を支持してもらおうと、それぞれの政府での働きかけを行っています。期待しています。私たちはこの10年を成果の10年と呼んでいます。 ISS の恩恵を最大限に生かしているからです。こちらの図は6つのミッション分野で達成したいと考えている目標を示しています。左上、私たちは新宇宙探査ミッション実現のためのテストベッドとして ISS を利用しています。今後10年間は必要な重要技術を検証し、人間の健康リスクを低減しようと考えています。人類に役立つ大事な研究も続けます。特に有望な研究は命を救う医療への応用や気候変動の理解などです。これらは国際的なパートナーシップなしには達成できません。現在のパートナーシップを維持しながら、さらに拡大する機会を持つことが重要です。ISS は有人宇宙飛行のインフラであり、クルーや物資を輸送する目的地でもあります。地球低軌道での有人宇宙飛行に空白を作らないためにも、この10年間はこうした能力を維持しなければなりません。 ISS は日々人類にインスピレーションを与える機会をもたらしています。私たちは宇宙の恩恵が及ぶ範囲を広げ、一般の人々を魅了して、 STEM 分野の多彩な未来の人材を生み出したいと考えています。最後に、私たちは ISS を利用して商業宇宙産業を育成しています。宇宙での製造などの有望な応用や、商業サービスプロバイダーとその顧客のサポートなどが挙げられ、次の10年に向けた NASA の目標に含まれています。これらの目標をさらに明確にするために、パートナーやユーザーコミュニティの協力をお願いしたいと思っています。ISS の利用を継続しつつ、商業的能力の開発、そして ISS から民間が所有・運営する宇宙ステーションへの移行方法についても計画を立てています。NASA は4つの民間チームと提携しています。アクションスペース社は ISS のポートを使って宇宙ステーションを建設し、その後分離して自由飛行プラットフォームになる予定です。ブルーオリジン、ナノラックス、ノースラップグラマンは自由飛行の宇宙ステーションを建設する予定です。2020年代後半にはこのうちの一つないしは複数で NASA やパートナーが利用したり、サービスを購入したりする準備が整う予定です。そして ISS の運用から、これら民間宇宙ステーションへの移行を開始できるようになります。同時に NASA とパートナーは他のユーザーにも利用できるようにして、商業的能力を支える持続的な需要を確立しようとしています。さまざまなユーザーグループを念頭に、こうした活動を現在の ISS から低軌道における民間ステーションでの活動へとどう移行していくかを考えています。現在はその計画を練る初期の段階にあります。ただそれぞれのユーザーグループが将来的に地球低軌道で何をしたいのかを理解することが極めて重要です。どのようにサービスを受け、その利用を可能にするために政府はどのような役割を果たすことが必要か、計画することも大切です。以上となります。ご清聴ありがとうございました。ワークショップを楽しんでください。またご意見もぜひお聞かせください。こんにちは、こんばんは。 ISS インテグレーションオフィスのマネージャー、ライアン・プラウディです。20年も国際宇宙ステーションのプログラムに関わっていたんですが、昨年5月に研究室に戻った時は家に帰ったような気持ちになりました。私はキャリアを通じてずっと ISS にいたいと思っていました。2030年まで ISS の運用利用が延長になりますので、それが実現するかもしれません。とにかく皆さんと今日はご一緒できて本当に嬉しいです。
直接会えればいいんですが、来年になるでしょうか。さて、 ISS の歴史に関わることができるとてもいい時代です。ロビンの話にもありましたが、この10年はこの過去40年の努力の頂点である結果の成果の10年だと考えています。次の10年に向けて私のチームはその成果を活用し、もっと学びたいと考えています。今後 ISS から学んだことを将来民間分野で必要とされるであろう能力や設備に反映させていきます。とはいえ ISS の運用を続けながら、どのような設備を引き続き運用し、どの設備を廃止するか、また試験するべき新機能や今後の商用利用を視野に入れて試験し更新していく機能は何か、そういったことを判断することは決して簡単なことではありません。私たちは NASA の基礎研究ニーズと将来の有人探査の技術ニーズを継続するために、どの新しい能力を商用プラットフォームに移行すべきか評価をしていくことになるでしょう。歴史的にこれまで以上に高い ISS 利用の要望を非常に限られた資源でこなしていくため、今にもこれまでにも増してバランスを取っていく必要があります。私はすべてのパートナーシップをこの時代を乗り切る重要なリソースとみなしています。制約の中で民間の取り組みとの間でも、つまり独立パートナーの制約、システム要件、研究、その他多くの項目がありますが、その間で調整が求められます。そのためには私たちの強力なパートナーシップの支援と理解が欠かせません。 NASA と JAXA は宇宙ステーションでの新しい共同研究プロジェクトや学生への働きかけ、アルテミス協定に関する協力など、宇宙でのパートナーシップを拡大し続けています。ISS の次の10年を展望すると、私は30年以上にわたるパートナーシップ、そして21年間継続している宇宙の居住、そして108カ国から提起された3000もの研究調査が ISS で行われてきた、その日常を振り返ることも大事だと思います。先日も SpaceX 24号機が目標通りドッキングしました。 NG17、NG17 の準備も順調です。計画では2月18日打ち上げの予定ですが、サービスモジュールの漏れを調査中で、そのためストリングゲージを設置しようとしているところです。5月にはボーイング社がクルー輸送のために2機目の民間輸送機を導入する予定です。 NASA とボーイング社は年末初の有人飛行の打ち上げに向け準備をしています。またこれは順調に進んでいます。カーゴ、クルーミッションの両方のパートナー、スペース X 社と4月の新規打ち上げ着陸サイクルを控え、5月にはスペース X 25号機も予定されています。何も変わらない日常のようですが、少し距離を置いて見てみると、共に達成してきたこの研究を振り返ると、それは驚異的な成果です。宇宙工学、技術開発、研究発見、そして国際協力によるISS の遺産は歴史に残るものとなるでしょう。国際宇宙ステーション、全人類のため地球の重力下では不可能な最先端の研究を行う実験室、地球の気候を調べる観測所、国際協力の道しるべ、そしてそこは2030年まで私たちのふるさとです。2030年に向けて ISS の役割はますます拡大しています。それは月と火星の有人探査ミッションのための技術開発であり、病と戦う新しい治療法の発見であり、先端材料や新規医薬品を宇宙で製造するためのテストベッドです。
人類の未来は国家と企業が人類のために共に取り組む探索チームにあります。国際宇宙ステーションは月、そしてさらにその先へ向かう偉大な旅の重要な一歩です。こんにちは、レイ・ルゴと申します。先端宇宙科学センターの CEO を務めています。本日の NASA、JAXA 合同ワークショップでは我々の取り組みについて少しお話しさせていただきます。こちらが議題です。我々の研究と投資をご紹介します。こちらは ISS ナショナルラボのダッシュボードです。ナショナルラボを管理する上で重要な情報がまとまっています。ご覧のように現在学術機関、非営利団体、 NASA 以外の政府機関と159のプロジェクトを実施しています。エモリー大学、MIT、海軍研究所研究室などが含まれています。また、グッドイヤー、アストラゼネカ、メルク、デルタフォーセットなど175の企業とのプロジェクトもあります。14の商業サービスプロバイダー、39の商用実装パートナーとのパートナーシップを構築しています。商用サービスプロバイダーにはイージスエアロスペース、ナノラックス、スペースタンゴ、テックショット、そして商用実装パートナーにはバイオネティクス、フェリックス&ポール、ライドス、セオプス、その他数社が含まれています。産業界からの資金はアップル、ボーイング、ST ローダー、ターゲットなどのパートナーから受け取っています。250社以上からなる投資家ネットワークを構築しました。政府資金も国防総省、国立科学財団、アメリカ国立衛生研究所 NIH など複数のパートナーから調達しています。ご覧のようにこの10年間の実績は累積で500ペイロードを超えました。資金は NASA からの1億5000万ドルに外部からの資金2億4400万ドルを合わせて3億9400万ドルを調達しました。現在 ISS には18の商業施設があり、 ISS ナショナルラボに選ばれたパートナー企業が4億8000万ドル以上を調達しています。ここからは研究内容について簡単にご紹介します。こちらの図は我々がこれまで、そしてこれからスポンサーになるプロジェクトがいかに多彩かを示しています。パートナーとしては全米科学財団、アメリカ国立衛生研究所 NIH、 NASA センチネルプロチャレンジプログラム、そして我々 ISS ナショナルラボ自身のプロジェクトが書かれています。疾患モデルとしての組織チップについて少しお話ししたいと思います。これは基本的に研究者が微小重力環境で組織を研究するための小規模実験で人の疾患の加速モデルを提供するものです。現在進行中の組織チップの研究は NIH、 全米科学財団、 NASA ナショナルラボが支援しています。これは地上での全臨床試験のためにより予測性の高いモデルを開発する新しい機械を提供してくれます。こちらは ISS ナショナルラボで行っている組織チップ分野の研究を一部示したもので、腎機能障害、血管脳関門、外傷後変形関節症、自然免疫応答などの研究を支援する内容です。これは NIH と ISS ナショナルラボがスポンサーになっている組織チップ分野のプロジェクトで、心筋症、腸内プロバイオテクス応答、サルコペニアについて調べています。こちらは産業界の支援による血小成長に関する研究の例です。2つの画像がありますが、左側はメルク社のキートルーダという薬の結晶の画像です。非常に大きな結晶が媒体中に分散しています。
効果はありますが、右側の画像にあるようなより細かい結晶パターンが媒体中に均一に分散している方が効果はより高く、この非常に重要な薬の性能の向上が期待されています。次に投資について簡単に触れたいと思います。この図は我々が530以上のペイロードを ISS に送り出してきたことを示しています。我々はパートナーが ISS ナショナルラボのフライトを受注した後に4億8000万ドル以上の資金を調達する支援を行いました。250社以上のベンチャーキャピタルやプライベートエクイティファンド、企業投資家からなるエコシステムが構築され、1000件以上の資本投入が行われました。最後にバイデン政権が ISS の運用を2030年まで延長することに合意し、我々は ISS での研究を継続できることになりました。人類が直面する重大課題を解決できることを願っています。ご清聴ありがとうございました。追加スライドをバックアップに入れておきましたのでご覧いただければと思います。また質問がありましたらぜひお問い合わせください。それでは良い一日をお過ごしください。こんにちは、 JAXA 有人宇宙技術部門キボリオセンターの小川です。キボリオシンポジウム3日目、本日は国際協力、特に日米協力に着目しまして、双方の関係者から活動の紹介をいたします。私の方からは話題提供として、日本の取り組みについてご紹介いたします。はい、まず日米協力です。2015年12月、日米の政府関係者による新たな ISS 利用の取り組みの協定が締結されました。日米オープンプラットフォームパートナーシッププログラム JPUSOP3 というものです。この取り組みを通じて、ISS の利用成果の最大化をさらに図る、そういった目的で締結されました。大きな目的としては4つ、ISS 希望船内船外での実験設備や機器の相互活用、共同研究の推進、2つ目、アジア太平洋地域での ISS 利用の拡大、 ISS の新たな活用の推進、効率的効果的な宇宙関連技術活用の促進といったものになります。この活動を通じて今すでに小動物飼育ミッション、あるいは材料科学研究、そして宇宙ドローンロボットを使った教育ミッション、そういったものの協力が進んでおります。ではポスト ISS を見据えた JAXA の利用ビジョン、利用戦略をご紹介します。2030年頃のビジョンです。地球低軌道における宇宙環境利用が人類の社会経済活動の一部として定着している、それを目指しております。民間企業自らが希望の運用利用を担い、軌道上サービスが展開されているでしょう。そして希望運用利用によって確立された軌道上サービスは ISS 帯域以降も継承されていると願っています。そしてこれらの活動に応じて多様なプレイヤーが宇宙環境利用に参加していると考えています。その実現に向けて2020年代は希望による宇宙環境利用が社会に定着し、複数の利用サービスがプラットフォームとして提供される、そしてそれを民間による運営が始まっている、そのようなビジョンを考えています。その希望利用の拡大の大きな立役者が利用サービスのプラットフォーム化です。希望は利用サービスのプラットフォーム化で研究開発を支えています。こちらに示してありますものは今希望で動いているプラットフォームの紹介になります。新薬設計支援プラットフォーム、これはタンパク質の結晶生成実験、健康長寿支援プラットフォーム、小動物を用いた宇宙飼育ミッションになります。そして革新的材料研究支援、これは静電浮遊炉を使ったプラットフォーム、材料研究のプラットフォームです。超小型衛星放出のプラットフォーム、そして船外ポート利用のプラットフォーム、こういったようなプラットフォームが動いております。
そして新しいプラットフォームを今まさに開発を進めています。そして皆さん今プラットフォームとは何ぞやと思った方もいらっしゃるかと思います。プラットフォームはここに定義していますように、定時化、高頻度化、定型化、そういったいつでも使えるといったサービスの他に、優位性のある日本独自の技術、そして一定の利用ニーズやユーザーがいる、そういった需要のあるところを集めたものとして適切なものをプラットフォームと我々定義し、そして皆様にお届けできるように技術開発を進めてきました。そしてこちらは日本の企業の取り組みの状況をご紹介するものです。先ほど希望利用のプラットフォームのご紹介いたしました。プラットフォームの一部は民間に移管をしております。例えば超小型衛星放出、そしてタンパク質結晶生成実験、そういったものは民間企業に移管し、民間ならではのアイデアで運営していただいている、そんな状況になっております。そしてさらに米国の民間宇宙ステーションの検討活動と連携を目指す日本企業の活動も活発化しております。現在2社が動いていると聞いておりますが、これからもますます増えてくるでしょう。利用サービスのプラットフォーム化という利便性の向上のみならず、希望の利用はもっともっと広がっていくと考えられます。2009年希望の利用が本格化していた頃には、流体物理や植物栽培、タンパク質結晶の基礎原理、そういったものを調べる研究、宇宙実験が盛んになっておりましたが、現在は2020年、そしてその先の2024年もご覧になるように、もっともっと多くの利用の用途が広がっています。そして2025年、さらにその先の2030年頃には、その希望利用で出た成果を使って人類の宇宙進出や、あるいは地上の健康医療、あるいは産業価値の高い高付加価値材料の研究開発、カーボンニュートラル、細胞医療など、いろんな分野にこのマイクログラビティの研究、希望の利用の成果が活用されていくのではないかと思います。さらに船外の方でも科学観測、そして最先端の技術やビジネス実証、そういったものとして産業界の利用が広がっていくかと考えています。将来を見据えた宇宙環境利用に対する JAXA の取り組みを紹介いたします。よりインパクトの高い成果、チャレンジングな研究を公募するフラッグシップミッションの募集、そして新たなプラットフォームの整備、これによって地球低軌道利用における科学研究を持続化させることができないかと考えています。次にビジネス実証の拡大、そのためには例えばトライアルユースの機会を拡大する、あるいは宇宙環境利用の使い方がわからないといったお客様に対するサポート体制の拡充、そういったものが考えられます。これから本格化する国際宇宙探査に向けては、国際競争力を持った日本ならではの技術、そういったものを発掘し、民間や大学、そういったオールジャパンでその研究を進めて、国際的なポテンショナルを上げていく、そういった活動が考えられます。そしてそういった科学利用、それからビジネス実証、国際宇宙探査技術、そういったこれらを支える利用のハードルを下げる施策、そういったものも必要です。実施プロセスや安全審査の見える化で使いやすくしていく、そして最新の機器やシステムのリプレースなどを加速させるといったことがあります。2日目のシンポジウムでも、民間企業の方々の中からは希望のシステムが少し古いといったお言葉がありました。今これからのあと何年ありますけれども、その中で希望の利用のサービス、技術を、インフラなどを最新化していくことによって、ますます利用者が入っていくのではないかと考えます。最後に、 ISS 計画で開拓した地球低軌道を我が国に地の創造をもたらす公的な研究開発基盤として持続させたい、そして多種多様なプレイヤーが参画する経済活動の場とする、それが我々の大きなポスト ISS の大目標です。そのためには、日本が国際的にも優位に立っている、日本あるいは JAXA 特有の宇宙環境利用サービスや技術を世界標準として定着させ、日米パートナーシップを強力な支えとしつつも、日本の宇宙環境利用の持続性、優位性を担保してまいりたいと思います。そのためには、
例えばですが、2024年までにはキラーコンテンツなる技術の成熟や利用需要の定着、そして先ほど来から説明してご紹介しておりますが、利用サービスのプラットフォーム化の拡大、利用可能な宇宙機システムの拡大を狙って民間利用の多様化を狙います。その成果をもとに2030年には新たな宇宙環境流手段に移行していく、技術の民間移管と運営、レガシーとなる成果の創出などを携えながらポスト ISS 時代を迎えてまいりたいと思います。そしてその先には月や火星に、そしてその先にある地球低軌道の活動拠点で我が国の宇宙環境流が広がっていく、そんな、ビジョンを狙っています。ありがとうございました。Now, we'd like to start the Q&A session with the panelists. I'm Masaki Shirakawa, head of Kibo Utilization Planning Group, Kibo Utilization Center, JAXA. I'll be the moderator for today's session. First of all, I'd like to thank the guests from NASA and the US Lab for joining this joint workshop in the early morning in the United States.And providing excellent presentations. At first, let me introduce today's distinguished panelists for this session. First, Ms. Robin Gatens, Director of the International Space Station, NASA. Ms. Ryan Prouty, Manager for the Research Integration Office, NASA. 国際宇宙ステーションリサーチインテグレーションオフィスマネージャーを務めていらっしゃいます。Mr. Larry Lugo, Principal Investigator and Chief Executive Officer, ISS National Lab. 先端宇宙科学センター主任研究員および CEO です。And Ms. Shiho Ogawa, Director of GM Utilization Center, JAXA. JAXA, 有人宇宙技術部門To the audience, I'd like to have a time to ask your question to the panelists. So please fill in and post on the Q&A to Slido. You can see the URL on the description on URL. So let's go to the first question.First, US government committed the extension of ISS operation through 2030.実際に日本に行ければよかったんですが、来年にはできと思っています。まず最初の質問、シームレスに移行するために何をすべきか、どういった教訓を商用プラットフォームに引き継ぐかを決めることです。ビデオでも申し上げましたけれども、ISS の利用には本格的に利用は続いていますけれども、まだまだ商用プラットフォームにの記憶を適用していかなくてはなりません。つまり設備に対する能力、どんな能力がプラットフォームで必要とされるのか、また今やっている ISS の任務にどういった調整を加えて商用プラットフォームに合わせるのか、一つ考えるのは、来年の科学研究を計画する上で、
そういったスポンサーのニーズを満たせるように、そして商用レオプラットフォームが需要を十分に生成できるように、ですので ISS の運用と商用で必要なこと両方を両立させる、継続することができるようにしたいと考えています。Research institutions, U.S. and other government agencies, developing commercial companies and industries to continue doing their work. 産業界の研究、これが継続的に行われるようにしていきたいと思っています。二番目の質問も今お答えしてよろしいですか？小川さんが先ですか？Second question is, do you have any specific idea to drastically change the ISS utilization beyond 2024 for the preparation for the post-ISS? That's an interesting question. In the Space Station program at NASA, we rely on our sponsors, our users of the ISS, to determine成功したいと思っています。では JAXA の小川さんにも同じ質問に答えていただければと思いますが、私日本語で答えますね。希望利用センター長の立場として発言します。ポスト ISS では宇宙環境利用が持続できることが最も大事なことだと思っています。 ISS があるうちに行う方策として大きく考えているポイントは3つあります。1つは持続した利用成果の利用需要の創出、2つ目は民間による主体的な運用への移行で、3つ目は地球低軌道利用の有用性を示していく、この3つをポイントとして挙げます。で、1つ目の持続的な利用需要の創出には、やはり魅力ある我々の持っている独自のコンテンツを開発して、なるべく簡易なプロセスと組み合わせた利用サービスの構築が有用なんじゃないかと思っています。すでにこれまでに先ほどのスライドで紹介しましたが、5つの領域で利用サービスのプラットフォーム化を行いました。しかし技術は進歩するものなので、常にコンテンツのブラッシュアップとか新しい利用サービスの構築が必要だと思っているので、これからもその取り組みを続けていきたいと思います。2つ目の民間主体の移行について、ポスト ISS の姿はまだ定まっていないんですけれども、先ほど来米国がそうであるように民間主軸になっていくだろうと思っています。であれば、日本も JAXA 主体で進めてきた ISS や希望利用について、段階的に時間をかけて民間主体に切り替えていくことができれば、ポスト ISS 時代でも緩やかに宇宙環境のサービスの展開ができると考えています。3つ目、先ほど言った利用の有用性を示すということ、プラットフォームを多くのユーザーに使っていただくことも重要なんですが、やはり宇宙実験棟ならではのサイエンス成果を出していきたい、チャレンジングなサイエンスや技術開発で ISS ならではの成果を創出することで地球低軌道の有用さを示す、いわゆるフラッグシップ的なミッションをオールジャパンで行うことで大事かと思っています。ありがとうございました。では次にレイさん、レイさんお願いしたいんですけれども、 ISS から
ポスト ISS への新レスな移行のためには、ISS の利用を拡大しなければいけません。民間活動に広げていく、商業活動に広げていく必要があると思うんですけれども、何か特定の分野としてフォーカスを当てているものありますか ？ISS ナショナルラボ。ISS ナショナルラボの観点から何かあれば教えてください。はい、ありがとうございます。非常に興味深いご質問ですね。明らかにナショナルラボというのは、組織としてそのプライオリティを特にその民間に関して決めるわけですけれども、民間企業というのがチャンスを求めていまして、一番そのポテンシャルがそのリターン面、つまり投資のリターンが最大になるものを選ぶわけです。ですからそういった意思決定というのは、まあ、民間の企業がなさることなんです。ただ私たちが見ていて気づくのは、その民間の企業というのはかなり研究を医療の分野でしている、それから製薬の分野、それから組織のエンジニアリング、それから再生医療、それから材料科学工学の分野で盛んに行われているということです。大変これらの分野というのは研究として強力なものがあります。でそれらが多分先進的な進んでいる分野といえますので、もっとその民間からの投資がこれからも増えていくと見込まれる分野とも言えます。で小川さんのお話、先ほどの発表を聞いていて思ったんですが、日本のビジョン、未来について、それは本当にナショナルラボで我々がやろうとしているものと大変合致すると思います。というのも、やはりそのいろいろなその多様なコミュニティがあって、研究、まあ、技術の開発、そして宇宙での、この製造をこの低軌道で行おうという、そういった動きがありますけれども、それが本当に利用経済、それを活性化させるためにはアメリカ企業だけでなくて他の国、つまり世界中の企業が参加していただきたいと思っております。で、そのためにもやはり、日本とアメリカの協力というものはとても重要だと思っています。業界とも産業界とも連携をして、我々の意思決定ももちろんナショナルラボの側でしながら、それは NASA の取り組みとも補完的なものだと思っております。というのも、宇宙をこの探査という観点で理解をするのが NASA の側で、我々というのはより根本的なその基礎研究を行うということで、必ずしもこれはその探査のプライオリティとか、あるいはその LEO 低軌道の開発と合致するとは限らない部分もあります。ですから将来の世代がぜひSTEM の分野での教育にも力を入れていただいて、この宇宙での積極的な活力に満ちた活動が将来的にも続けられることを願っています。以上です。 Thank you very much.Next, I'd like to ask NASA, Robinson. NASA のロビンさん。While the United States extends the ISS operation, you also need to promote the commercial space station program. 商用の宇宙ステーションのプログラムを推進していく必要があるわけですけれども、その商用宇宙ステーション、この計画と ISS の計画の関係について教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。またお招待くださってワークショップに参加できて嬉しく思います。 ISS と商用宇宙ステーションの関係ですけれども、これは協力関係ということになります。かつては関係者が競争関係になると考えていましたが、そんなことはありません。国際宇宙ステーション、その運用は2030年まで延長されました。その一方で、いわゆる企業が商用宇宙ステーションを開発するのを支援しています。また、その中で使う施設の開発も支援しています。ですから、今そういった契約を結んで、商用宇宙ステーションプロバイダーの支援を行っているところです。で、その中で、私たち政府を代表して何を購入するのか、また商用宇宙ステーションでどんな活動をするべきなのか、
そして計画を保証することによって投資家が集まって、そして期限内に開発を済ませることができます。つまり採算性を確保する、それが政府が支援できる部分です。どうもありがとうございました。2番目の質問はアクシオンモジュールと、あと3社商用のステーションの計画を持っていますが、 NASA はその計画を、その資金提供以外にどのように支援するんでしょうか。また国際的なパートナーの役割、これはどんなものになりそうでしょうか。そういった活動に関与するときの国際パートナーの役割を教えてください。はい、これは我々の計画で重要な部分となります。もちろん資金をこういった企業に提供するわけですけれども、それだけではなく独自に投資を誘致することもしています。またアクシオム社に関しては、宇宙ステーションポートを使って初期の段階で商用エレメントをそれに付属させます。初期の宇宙ステーションモジュールから開発を進めて、最終的には独立した宇宙機を作るということになります。またノースロップグラマーについては、独自の宇宙ステーションを開発します。そういった企業と協力するわけですが、専門知識を提供するだけではなく、先ほども申し上げましたけれども、我々政府ですので、こういった商用宇宙ステーションから購入を行う、その時に私たちの資金がデザインに反映されます。すでに ISS 使っている施設をこういった商用宇宙ステーションでも使っていきますので、その商業的なプラットフォームが継続されるわけです。国際パートナーについて言えば、これは非常に我々にとって重要な点です。国際的なパートナーシップ、特にこの移行期、国際宇宙ステーションから商用宇宙ステーションに移行しようとするときに協力が必要で、ワーキンググループでもう議論を始めています。 ISS の国際パートナーとの議論です。そしてそれをさらに拡大して、アルテミス協定に関わるすべてのパートナーにもこの対話に入っていただいて、早い段階からこの国際パートナーの計画が何なのか、地球低軌道でどんな利用をしたいのか、研究をしたいのかを明らかにしていきたいと思います。そして次に、どうやってそれを機能させるかということです。現在の国際宇宙ステーションは皆さんご存知のように、それぞれの貢献に応じて利用度が決められています。つまり政府間の取り決めです。どのように商用ステーションを今後利用していくのか、これまでと同じなのか、国際パートナー国、企業、アメリカ企業との間でビジネス上の契約をするのか、そういった契約を私たちは排除するのではなく、できる限り政府として支援をしていきたいと思っています。その2つの手法は国際的なワーキンググループでこれから検討が進められます。ありがとうございました。では次に、次の質問に行きたいと思いますけれども、現在新しいこのプラットフォーム、CLD のプログラムなどが進んでおります。ということで、どのようにこの地球低軌道の環境、これ ISS が退役した後どのように活用していくのか伺いたいと思っております。NASA、JAXA 両方に現在責任を担っている組織ですので伺いたいんですけれども、ライアンさん、この宇宙の当局としまして、この地球低軌道の活用はどうあるべきだというふうに思っていらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。そうですね、いい質問ですね。で、私に言わせると、つまり NASA の立場で言うと、このポスト ISS の活用計画というのは我々が ISS で今やっていることと合致しています。必ずや
この LEO のプラットフォームといったものは基本的な根本的な研究のために必要です。一つが宇宙探査のため、それからもう一つ答えなければいけない答えが質問があります。そのためには技術を開発をしなければいけない、そしてそれをレオだけでなくて活用していく必要があります。それからまた応用技術、アドバンストシステムテクノロジーということで、例えば先進的なこの製造技術などがあります。それからまたこの LEO のプラットフォームを活用して、このクルーの能力を高める、あるいはトレーニングをするといったことが必要です。これはさらなる宇宙探査のために必要です。ですから状況は変わってくると思います。プロバイダーというよりもお客様というふうな位置づけのものが増えてくると思いますけれども、たくさんの研究をして学ばなければ、今も学ばなければならないことを維持できるような体制を維持していきます。進化していく、より進んでいくと思います。ただ学びながら進んでいくという感じでしょうか。まだ私たちにもはっきり見えてないところがあります。ありがとうございます。では小川さんにも同じ質問をお願いしたいんですが、よろしいですか。同じ質問、前の言葉の話でも答えましたけれども、LEO は民間企業を軸とした活動が進んでいくだろうと。で、今米国の方がそれを先行しているように見えますけれども、できればそこに日本企業が加わった形で事業運営をしていく。で、それによる地球低軌道の活動拠点が構築運営されて、それを使ったサービスがさまざま今の希望 ISS で行われている以上に多様に広がっていくっていう、そういう姿になっているだろうと思っています。で、 AJC である JAXA は日本の科学技術を支える科学研究、公募による科学研究テーマの推進とか、あるいは国際宇宙探査の技術実証などの自らが進める自主利用で、地球低軌道を利用するだろうと。で、これらを使う、地球低軌道を使うアコモデーションを使う、我々調達する側の立場に変わっていくんじゃないかなと思っています。 So, next, I'd like to ask, National Lab for Wei さん、What do you expect the role of ISS National Lab in the post-ISS phase? ISS National Lab の役割について、ポスト ISS 2030年以降の役割について教えてください。Thank you for that question, and that's actually a very relevant and current question. I think you saw the chart that Robin shared earlier about the transition. So many of the activities that we're currently doing will transition into the future.And in our conversations with NASA, there's an intent to continue the National Lab following the retirement of the ISS in the 2030s. And so, in my view, there's always a need to have an honest broker such that research,研究、技術開発、そして宇宙製造、商用化、こういったものすべて公正に扱って、施設のアクセスについても、輸送機械についても、また地球への帰還、クルーの時間についても公正に取り扱っていきたいと思っています。そういった意味で、NASA ラボはこれから10年、さらにこのコミュニティと協力して、そのプロセスや手順を作るチャンスを持つことになります。この重要なリソースを十分に活かしていきます。これはまさに地球地表から数百マイル上空で使われている上で非常に貴重な資源です。いかにそれをよりアクセスしやすくするのか、同時にすべての潜在的なユーザー、現在のユーザーにとって、ラボのユーザーに公正な、誠実な形で、オープンな、透明性を保った形で提供していくのか、扱えるようにするのかということが重要になります。そのビジネスモデルを進化させて、研究者、企業と協力しながら、このプロセスを進化させ、もっといい、効果的なものにしていきたいと思っています。どうもありがとうございます。それから、NASA のロビンさんにお聞きしたいんですけれども、これはちょっと厳しい質問かもしれませんけれども、現在 NASA はアクシウムと、それから3つの、その民間のステーションの企業を選んだわけですけれども、NASA としては
例えば役割分担をこれらのつまりアクシウムとそれからこの3つの商業宇宙ステーション企業の間でこの分担するみたいなことを考えていらっしゃるんでしょうか、それともやはり競争になるんでしょうか、あるいは絞り込むということになるんでしょうか、いくつかに絞り込むんでしょうか、将来的にはどういうふうに考えていらっしゃるんですか。そうですね、面白い質問ですね。どうなるかなかなか楽しみなところでもあります。 NASA の観点で言いますと、我々はその能力をこう分担するということは考えていません。つまり同じ要件を提示していますし、それから予測されている内容についても同じです。すべてに対して同じような形で提示をしています。ですからその彼らの側で NASA の要件のどれ、それからユーザーの要件どれをこの設計の中に織り込んでいくのか、それはそれぞれが決めていくことです。で結局は全部入れるのか一部だけ入れるのか、そこはビジネスモデルによると思います。で皆が成功することを願っています。でおそらく最終的にはいくつかはお互いにパートナーシップを組むのじゃないかなという気がしています。で実際にその企業が一緒になってパートナーになったりということもあると思います。例えば複数の企業のいろんなコンビネーションが考えられますけれども、いずれにしましてもその概念でもってある程度一定程度のその協力協業をしていくということ、で中にはとても大きな宇宙ステーションになっていろいろな機能を持っているラボがあって、それからエンターテインメントもあるいはその観光も含めるようなことも考えるかもしれないし、もしかしたらもっと小さな規模でやろうというところもあるかもしれません。例えば科学研究だけに絞るとかいうこともあり得ると思います。ですので実際どうなっていくのか、この後が楽しみですね。この概念が成熟をしていく中でそういった潜在的なユーザーにどう対応していくのか見たいと思っております。もしかしたら、まあ、絞り込むということが自然に発生するかもしれません。数が絞られるということがあるかもしれません。 NASA としては別に自分たちの側で絞り込もうとは思っておりません。いずれにしてもみんなと協力をしている中で、まあ、成功するのがどこかということです。どうもありがとうございます。追加的な質問をしたいと思います。まずは NASA のライアンさん、先ほどの話で重要な役割の一つ ISS の利用の役割としては探査の準備だとおっしゃいました。 NASA は具体的な ISS の探査利用の考えはあるんでしょうか、まあ、そういった活動をこれから増やすという予定はあるんでしょうか。これはロビンさんの方がお答えはいいと思います。エコシステムの研究、つまり探査研究の担当なので彼女にこの質問を渡そうと思います。でもその前に、そうですね、この5年くらいの間に ISS のテストのための打ち上げをしています。前のこれまでのシステムの教訓を生かして、例えば水の再生とかいわゆる生態系、まあ、クルーのシステムを使って学んだことをより持続可能なものにする、つまり地球から打ち上げするときにも、例えば月や火星に行くときにその物資をできるだけ少なくしてクルーを乗せて移動できるようにするということが考えられています。私も追加しますと、レイさん、視聴者からビジネスユースについて質問があります。民間部門の利用需要、ISS を使いたいという要請について先ほどプレゼンの中でも話がありましたけれども、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。具体的に ISS をこういうふうに使いたい、ビジネス目的で使いたいという民間からの要請はありますか。私ですか、それともどなたにですか。ナショナルラボ、レイさんです。はい、そうですね。
いい質問ですね。おそらくロビンさんも答えられるんじゃないかなと思いますが、私も頑張って答えようと思います。かなりの需要が民間の方からもあります。ナショナルラボの施設を使いたいという需要はあります。幅広い活動でです。で、先ほども言いましたけれども、材料科学はそうですね、その基礎研究を超えて製造技術、つまり材料を製造するといったところまで入っていますし、さらにその先を行くとして、どうやってそれを拡張して商業的なビジネスにまで発展させていくのかということも考えています。というのも、今はとても小さな規模での活動にとどまっていますが、現実的には非常にその材料のサンプル数としてとても小さいものを、まあ宇宙で作ったとしても、やはり必要な、まあその宇宙に将来人がその滞在すると、存在するということには十分な量がまだまだ足りないわけです。ですから、非常にその他にはない能力を、例えば製薬分野では提供することができます。先ほど説明しました、その宇宙での結晶成長というのは地球上のそれとはかなり違います。で、こういった新しい薬剤、それが市場に投入されていくということになりますと、例えばタンパク質のこの結晶が媒体の中で本当に細かく均一に分散しているということが実現できます。ですから、基本的にその基礎研究をしましたら、これは長期的に見ますとより効果が高いということが言えます。つまり地球上で作るものよりも効果が高いということが言えます。ですから、こういったことは本当に民間企業の注目を集めています。また、たくさんの他のその民間の活動、商業活動があっています。例えばエンターテインメントも将来的には考えられるですし、それからある企業は計画として、この彼らの民間の宇宙ステーションを活用して宇宙旅行をしたいというふうに考えています。これまさにその民間の商業ベースの活動と言えます。それから、また指摘がありましたように、たくさんの企業が、まあ私たちいろいろと接点を持っているところが、その資金調達に成功しています。実際に選ばれて、アワードを受けて、つまり彼らが選ばれてから資金調達をうまくしております。そして、だいたい1兆ドルぐらいの市場規模になるというふうな試算もあります。で、かなりの部分はやはりこのコミュニケーションサービスの分野です。これは従来から宇宙利用が盛んだったところですけれども、それだけでなくて、他にもその宇宙で物を作るといったところにも広がりが出てきております。それが3000億ドルぐらいまでここ数年の間に到達するのではないかと思っています。ですから、大変関心が高い。で、アクシオムスペース社のような会社は本当にどんどん先に進もうとして、資金を調達をして、そしてこの最初の ISS と接続した形で宇宙ステーションを作るという計画なわけですけれども、やはりこのような投資をすること以前よりもやりやすくなってきていますし、それから将来的な見通しもより明るくなってきているというふうに思うと思います。多分ロビンさんも同じようなことをおっしゃるんじゃないかなと思いますが、ちょっと違うところもあるかもしれませんので、どうぞ。ありがとうございました。ナサンラボは非常に幅広い利用を提供していますが、そこで聞きたいんですけれども、何か利用、優先する利用は、利用分野ありますか？つまりその分野の中のポートフォリオの優先課題ってありますか？私ですね、私は今日はラッキーですね。私たちのこのプロセスは中立的、技術に対しては中立的です。たくさんの研究分野があり、それを全部支援しているわけですので、例えば外部のピアレビューのプロセスも持っています。基礎研究ですとか、私たちが
支援するものについてはピアレビューも行っています。外部の評価者が私たちが受け取ったすべての研究提案について評価し、科学それからプラットフォームとの総合適応性に応じて評価をします。また人類にどんな恩恵があるのか、社会経済的な視点からの恩恵も鑑みて評価を行うわけです。国の優先する科学分野ということも考慮されます。そして何を研究側で飛行に乗せるのかということを決めるわけですが、商業的な観点から言えばその活動を評価して、そこに有効なニーズがあるのか、つまり宇宙環境、微小重力の環境においてユニークな能力が獲得できるのかが1点目、そして第2に経済分析を行って、そうすることによってで利用経済の商業研究開発を継続できるのかということを決定します。しかし科学そのものの評価については基準は同じです。ただその商品化について優先順位を決めるのは民間のプレイヤーです。基礎研究なのか、それともそれは商品化、商業化なのか、いずれにしてもどちらの場合もその活動の恩典は何なのか、宇宙である意味は何なのかと、それは最低基準となります。商用のプロジェクトであれば当然その商品化のチャンスがなくてはなりません。ただ基礎研究であれば基本的にその科学の質が問われるわけです。それが私たちの選定基準となります。詳細にわたるご説明ありがとうございました。もう時間が過ぎてしまいました。最後になりましたけれども、最後の言葉を皆さんからいただきたいと思います。ロビンさん、ロビン・ケイティンさんからお願いできますか。はい、ありがとうございます。この度はお招きいただきありがとうございました。今回このワークショップに参加をするのは初めてでしたので、でまた対面の将来のこういったワークショップに参加できることも期待しています。で大変今はエキサイティングな時代だと思います。特にこの ISS に関しては、で皆さんに宿題を与えたいと思います。ぜひ皆さん考えていただきたいんですけども、皆さんの目的、この10年今後 ISS に関して何か目標目的があればそれを考えてください。それを今度教えてください。我々まさにそれに注力をしていきたいと思います。この10年は成果の10年ということで、でそれを目指してこれから取り組んでいきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんにそのあたりを聞かせいただきたいと思います。ぜひまた議論していただいてそのあたりを教えてください。ありがとうございました。ではライアンさん、 NASA のライアンさんお願いできますか。はい、ありがとうございます。石川さん、もうロビンさんが言ったこと以上のことは言えませんね。素晴らしいと思います。ただ私自身ももう待てないなと、個人的に皆さんと会ってこのワークショップに参加をしたいなと思っております。それからまあ、多分カウンターパートの皆様参加なさっていると思いますけれども、またこのような場を設けることができれば、まあ私が行くか皆さんが来るか対面でと思っております。ではナスララボのレイさんお願いします。はい、また私からもこのような機会をいただいたことに感謝申し上げます。ワークショップに参加させていただきありがとうございます。リモートになりますが、当然いろんな制限はあるわけですけれども、何らかのワークショップに対するプラスの貢献ができたでしょうか。さらに JAXA、 そして日本の企業の皆様と協力するチャンスがあることを望んでおります。多様な非常に活発なレオエコノミー、地球低軌道経済ですので、将来的には宇宙探査も支援していきたいと思います。ありがとうございます。来年はコロナが落ち着いていることを望んでおります。そして皆様と直に会えることを楽しみにしています。ご招待いただきありがとうございました。
ありがとうございます。とても実のあるセッションだったと思います。各登壇者の方に感謝いたします。皆さんの話を聞いて JAXA と、NASA それから ISS ナショナルラボの方向性は同じなんだなと感じて改めて感じました。私としても引き続き NASA との協力をベースに地球低軌道の利用が実のあるものになっていくよう取り組んでまいりたいと思います。今日はありがとうございました。Okay. Thank you again for your participant, and I really appreciate your participation. And also, I hope to have the next workshop face to face also. 次のワークショップは皆様に実際にお目にかかりたいと思います。すべての質問にお答えできず申し訳ありません。たくさんの質問をいただき本当にありがとうございました。一部しかお答えできず非常に申し訳ありません。次のセッションに入る前に、短いビデオアンケートについて動画があります。スマートフォン、ラップトップの準備をお願いします。宇宙キャスターの榎本レミです。ISS 希望利用シンポジウムをご視聴いただきありがとうございます。今回のシンポジウムでは皆さんのシンポジウムに対するコメントや希望の利用延長に対するご意見をアンケートで募集しております。今回ご回答いただくアンケートは ISS 希望の運用方針やシンポジウム運営の参考にさせていただきます。ぜひアンケートにご協力お願いいたします。今回開催される全4日間のシンポジウムのすべてのアンケートにお答えいただいた方には特別な映像をお送りします。ぜひ楽しみにしていてください。ここからはアンケートの回答方法についてお伝えします。こちらの QR コードにご自身の端末からアクセスいただくか、もしくはご視聴中の番組概要欄からアンケートページに移ることができます。それではアンケートの内容を一緒に見ていきましょう。皆さんもぜひ一緒に回答してみてくださいね。まずはこちらの質問です。皆様の年齢に該当するものを選んでいただけたらと思います。次にこちらの質問です。これも同じように該当項目の選択をお願いします。今度はメールアドレスの記入になります。メールアドレス未記入の方はプレゼント送付対象外となりますのでご注意ください。次は業種選択です。該当するものをお選びください。次の質問です。過去に ISS 希望利用シンポジウムに参加したことはありますか？該当するものをお選びください。次の質問です。これまでにご自身が ISS 希望を利用したことはありますか？該当するものをお選びください。次の質問です。これまでにご自身が ISS 希望とどのように関わってきたかを教えてください。この中から当てはまる選択肢を選んでください。次の質問です。今回のシンポジウムの満足度はどれくらいでしょうか。この中から皆さんのお考えに一番近いものを選択してください。次の質問です。将来 ISS 希望を利用したいと思いましたか。皆さんのお考えに一番近い項目を選択してください。次の質問です。2025年以降も希望利用を継続発展させていくべきだと思いますか。皆さんのお考えに一番近いものを選択してください。これで最後になります。その他ご意見やご感想をお持ちの方はこちらにご記入ください。皆様ご協力いただきありがとうございました。今回開催される全4日間のシンポジウムのすべてのアンケートにお答えいただいた方には特別な映像をお送りします。それではお手元のアンケートをご覧いただきながらもう少々お待ちください。
この後もシンポジウムをお楽しみください。皆様、ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。本日の司会を務めています榎本レミです。それでは JAXA 有人宇宙技術部門事業推進部部長川崎和義さんとともに本日の振り返りを行っていきたいと思います。川崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、まずはですね、 NASA の皆さんにとって ISS の2030年までの運用延長というのは、エキサイティングというようにも表現されていましたけれども、まず川崎さんがこのディスカッションで一番印象に残ったことというのは何でしょうか。はい、今日 NASA の方からいろいろプレゼンテーションありましたけれども、はい、一番印象に残ったのは、民間への、民間商用宇宙ステーションへの移管のために、投資を非常に、投資って言葉ですね、このワードがたくさん出てきたっていうところが印象に残りました。はい、で、特に昨年度は民間宇宙ステーションをやるというのが NASA が決めまして、それを考えたときに、この2030年延長しなくていいんじゃないかなという意見もあるかなと思ったところが、そうではなくて、その民間へのトランジションのために、その2030年まで、延長するということを戦略的に考えているんだなというのを今日改めて理解できました。なるほど。この2022年という、新しい時代、その12月31日に、運用延長というのが発表されたからこそこうできた議論だったのかなとも思うんですが、はい、それはですね、ロビンさんですとかね、ナショナルラブのところで今後その10年間で、3000億ドルって言われましたね。そういうマーケットがあるということをおそらく念頭に置いたときに、こういうことをやろうということになったと思うんですよね。で、その時にですね、いきなりその民間に全て任せるって言ったらやはり難しいので、そこでその宇宙ステーションを運用しながら、そこで引き継ぐものと、やっぱり改善していって民間に引き出すものっていうものを、やっぱり今からそのお互いにですね、協力しながらやっていくっていうところが今回のその狙いなんだなっていうのがよく分かりました。協力という言葉も出てきましたし、あと持続維持という言葉もたくさん出てきましたよね、今回。はい、はい、その通りですね。ナショナルラブはやはりその研究ですね、民間のその活動だけじゃなくて科学研究でも使っていくところではありますので、そのためにはやはりその微小重力環境を使える実験設備って、そこ今 ISS しかありませんので、はい、それをできるだけ早くですね、広げていきたいということもあるんだと思います。そうすることによって科学的なところでもいろんなその発展があるということですので、そこを考えているんだろうと思います。なるほど。ロビンさんやライアンさんも、次の10年を成果の10年として過去40年のすべての努力が実を結ぶというふうにおっしゃってもいましたし、宇宙旅行の話、民間がこう利用するという話も出てきましたし、成果をつなげていくということが、鍵にもなってきそうですね。はい、ようやくですね、その成果がその地球上にフィードバックされて、それがその新しい産業につながりつつ、その芽が出つつあるところなんですね。ちょうど雪だるまの最初のちっちゃい塊がやっとできたような感じ で、はい、でこの10年間でそれがどこまで大きくなるかっていうところが非常に重要で、それがものすごく大きなものになれば、先ほど そのライアンさんの言われた、3000億ドルっていう世界が待ってるんだと思うんですけど、それに対して我々宇宙機関もそうですし、民間の方と一緒にですね、協力してやっていく必要があるんだと思ってます。NASA の方もそれだけポテンシャルがあるというふうにお考えなわけですし、はい、芽が育まれたら、それこそ本当に大きな広がり、チャレンジ、チャンスということになりますね。はい、それでもう一つキーワードは国際協力ってことがあったと思うんですよね。で、NASA アメリカの方も日本の企業に非常に期待しているところがあって、はい、ぜひ一緒に参加したいっていうことをおっしゃっておられました。これは非常に重要なことで、これはアメリカだけじゃなくてみんなでやりましょうっていうことなので、これを見てるその民間日本の企業の方もですね、決して他人事ではなくて、そのマーケットに今入っていくチャンスになってますので、ぜひ我々と一緒に協力してやっていただきたいと思ってます。はい、もうぜひ皆さんチャンスと捉えていただきたいです。
ということで川崎さん、たくさん質問が今届いているかと思うんですけれども、皆さん質問ありがとうございました。一つちょっとお答えいただけますか。はい、そうですね、2030年以降の延長は考えてないんですかっていうふうな質問があったんですけども、はい、先ほど その民間との協力っていう中で、やはりそのまだまだ民間さんだけではできないところがあるので、それをその宇宙ステーションで技術を検証して引き渡していくっていう活動が必要になります、はい、それが2030年までに終わればですね、スムーズに、いわゆるシームレスにつながっていくと思うんですけども、それがまだまだ足りないっていうことになれば、また再延長ということも当然議論になると思います。それは、はい、使いたい人たち そのニーズがあれば、そういうことも検討していくことになりますし、まあ、これは宇宙ステーションというのはどんどんアップグレードできますので、はい、技術的にはですね、延長というのも可能性はあると思ってます、はい、ということはですよ、お話伺っていると、この10年間で成果を作って、もう民間の皆さんも使いたい使いたいという声が上がれば、その再延長というのも視野に入ってくるということですかね。はい、その通りですね。そのための努力が必要だと思います。はい、ではこの10年間勝負の年ということですね。はい、はい、期待してますはい、ということで、ちょっとお時間の関係で一つだけの質問にお答えいただくという形になってしまったんですが、視聴者の皆さん、たくさんのコメント質問ありがとうございました。さあ、2030年まで運用が延長された ISS で、これから繰り広げられる数々の挑戦と成果が一体どのようなものになるのか、とてもワクワクします。またポスト ISS に向けての活動もこれからはさらに活発化しそうな予感ですね。川崎さん、10年後には今では想像できないようなサービスが当たり前になっているということもあり得るかもしれません。川崎さん、いかがでしたか、こう全体を振り返ってみて。はい、急激にその民間というキーワードが入ってきてですね、はい、利用の世界も変わってきたなというふうに思いますし、いろいろ可能性が広がっているんじゃないかなと私自身 も信じてますので、はい、我々 JAXA もですね、アメリカに負けないように頑張っていきたいと思ってます。はい、ぐっと新しい時代が来たなということを私も感じました。ありがとうございます。それでは振り返りは以上となります。川崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして皆様、 YouTube の概要欄の方にアンケートの URL を記載しております。合わせて4回分のアンケートにお答えいただきますと、特別動画のプレゼントがございますので、ぜひ皆さんご協力をお願いいたします。本日は国際宇宙ステーション希望利用シンポジウム2022 3日目、 JAXA NASA の未来へのチャレンジをお届けいたしました。次回は一週空きまして、2月16日水曜日午後7時より Day4 を開催いたします。今日は午後8時からの開催だったんですけれども、次回は午後7時からとなります。ご注意ください。その Day4 ですが、トップサイエンス希望の挑戦に迫るを配信予定です。皆様、ぜひ楽しみにしていてください。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。